高田さん、おはようございます。速稼塾の久保でございます。高田さんとのね、お付き合いはそうですね、そんなになりますかね。私たちはなんか結構境遇が似てるのかなと思うんですよ。40を過ぎての人生逆転、そしてネットビジネスでマイホームを購入一発で、まあ私の場合一括購入だったんですけども、それから子供もね、お互い1歳になったかなっていうところ、バリで知り合って、そして共通の友人知人も多いかなと思います。まあ高田さんがね、 YouTube を上げてらっしゃるのをたまたまね、私のチャゼッションに上がってきて、それは見るじゃないですか。いや、大したもんですね。トークがものすごく冴え渡ってると言いますか、これはしっかりと積み重ねてきたからこそ話せる内容だと思うんですよ。私もいくつか見せていただいて、これは多くの方が信頼していただいてね、支持してらっしゃるんだろうなと高田さんに対して感じました。このままね、YouTube 続けていっていただければ、きっとね、もっともっとますます、高田さんのビジネスなり情報発信なり、すごくね、人脈開拓なりうまくいくと思うんですよ。まさに生きてるだけでコンテンツと、高田さんの人生は世界で75億人の人がどんだけね、いらっしゃっても高田さんにしか再現できないものなんですよね。そういう意味で言うと、高田さんの人生はご自身の、高田さん自身の財産であり、他の人にはね、絶対にパクられないものだと思うんですよ。真似できないものだと思うんですよ。このままご自身のミッションをね、追求していっていただきたいかなと思います。そして速稼塾の塾生さんへね、ワントゥーワンの動画メッセージ、これもね、また素晴らしいことだと思います。この速稼塾の特徴的なところっていうのは、このね、一人に向けての動画ってことなんですよね。この大体 YouTube っていうのは、不特定多数の人に見てください、再生数上げてください、チャンネル登録お願いしますってやるわけなんですけども、私の速稼塾、そして速稼塾関連の、まあ、ネオ FP もそうですけどね、C のキクもそうですけども、一人の人に向けての動画なんですよね。で、プラスアルファ誰かが他の人が見てくれればいいなっていう感じですよね。これが多分私たちができる本当に地道な戦略の王道なんだと思います。今ではね、そういうふうなワントゥーワン動画を撮る人も結構増えてきてね、私がね、2013年に初めてこれをやった時にまだ誰もいなかったというかね、かなり奇想天外で、あ、自分に向けてのメッセージってこんなに嬉しいんだっていうふうに、もう数々の方が感じてらっしゃって、基本的には私、速稼塾に入ってらっしゃる方とかね、入るのを躊躇してる方には必ず送るようにしてるんですよね。まあ、そうして、まあ、心を捕まえるではないですけどもね、どちらかというと安心感とか希望とか信頼ってものを人々の心にね、やっぱり与えていきたいなと思うんですよ。これはちょっとおこがましい話なんですけども、だってね、近くに何人もの方がいらっしゃって、皆さんそれぞれ生きてらっしゃるのに、多分ね、今 YouTube を通じての関係の方が信頼できるっていうふうに思ってらっしゃる方が多いんじゃないかなと思うんですよ。まさにこれはですね、リアルからネットへの転換で、私たちはそのバーチャルとバーチャルでないものの境目がなくなってきてるのかなと思います。いい例が二次元のあれですよね、オタクさんみたいな感じですけども、俺の嫁みたいなアニメーションの女の子に恋をする男性がいたりっていうのは本当に笑えないなと思うんですよ。そういう恋心っていうのは、私たちも例えば昔銀幕に映るスターに対してね、アイドルさんに対して思った願いとか憧れとかっていうものが身近になってきたことなんじゃないかなと思うんですよね。もちろんこれにはね、いろんな考え方が当然ありますんで、私はそういう方を全然笑えないなと思いますし、何かに一生懸命になることに出会えた人っていうのは、それだけでね、素晴らしい人生をスタートできるんだと思うんですよ。もちろんね、何かに夢中になれなくても、それはそれで素晴らしい人生だと思いますけどね。全ての人に肯定感を持っていただいてね、そしてある意味自分に火をつける意味でも、少しのね、焦りと自己否定感を持っていただくことによって、人生はどん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 新しい展開を迎えていくんじゃないかなと思います。まあ、その中でね、高田さんと知り合えて、こういうふうにお付き合いできること、私も非常にね、嬉しく思っております。今後もいろんな形でね、関われると思いますんで、ぜひよろしくお願いします。それでは、いってらっしゃい。